なかなかよくできてましたね。いや面白かった、ね、面白かったですね。最近見た久々に手応えのあるアクション映画で、うん、だからもうこれはやっぱ原田正人監督のやっぱ唯一無二な世界観のヤクザ映画ってことが言えると思うわけ。自分は一番ちょっとびっくりしたというか、うん、えっと思ったのは、うん、あと30分でもずっと見続けていられたよね。そのぐらい面白かった。それで僕はちょっといらなかったような気がしたんだけど、うん、どうでしたか。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はヘルドックスについて語ってまいりたいと思います。それでは早速 T さんいかがでしたでしょうか。はい、ヤクザアクションという男っぽい感じがすごいタイプだったのですごい楽しめました。あとこのひげ面の岡田さんと美しい宮城さんがなんかこう魅力的でしたね。なんかこう画面で見るのが、はい、かっこよかった、かっこいい映画でした。はい、まあ岡田准一さんのアクションに対するこう取り組みの姿勢の本気度がここのところずっとすごいんですけど、さらにこの作品で昇華されてるような感じがして、まあ面白く拝見しました。はい、竹内さんはいかがでしたでしょうか。やっぱりあの暴対法以降のさ、薬剤だってなかなか難しいじゃないですか。でしかもこれもともとだから多分小説が原作で、ちょっと結構小説相当改変してるという噂を聞いたんですね。でやっぱりその岡田准一主演のそのアクションを組み込みながら、その暴対法以降のヤクザ世界で、しかも我々観客のほとんどがその非日常としてあまり関わりたくないダークサイド、でも映画で見る分には楽しめるという、その自分たちが普段非日常と感じているダークサイドの部分、まあアウトサイダーというか、これをだからいかにそのエンターテインメントとしてどう見せるかっていうのがポイントだと思うんだけど、やっぱりかなり面白かったですね僕はね。でしかもやっぱり原田正人監督のこだわりが画面を厚みにしていてね、あとやっぱキャスティングも非常に固有で、例えばだからあのヤクザなのにオペラのアリアを歌う熊沢役でね、ミュージカルとかに出演されていた若杉光雄さんとかね、やっぱり結構キャストがユニークですよね。あと原田組の佐向芳さんとか、あ吉原光雄さんだ、間違えちゃった、吉原光雄さんとか、あと久しぶりに般若のカナダ哲さんとかも出てたし、なんかなかなかこう要所要所に、あと雅おっしゃいましたっけ。雅はねかなり予告編で喋っちゃったからね。そうか、まあでもやっぱりねギタリスト、雅は素晴らしい役者だと思いますよ。だからあの前にも言ったけど魔界が攻めてくる映画ね、あれなんかでもさすごい良かったけど、彼はブリーチですか。ブリーチ、ブリーチでね、剣士の役をやってたけど、雅さん本当にいいよね、と思いますよね。っていうようにそのなんだっけ、非常に原田さんのキャスティングっていつもユニークで、いろんな畑の人から連れてくるので、それのぶつかり合いが結構面白いですよね。まあこういうこうなんていうの、ちょっとバイオレンスアクションがお好みじゃない方以外はね、かなりその非日常の世界、ダークサイドの世界、アウトサイダーの世界をエンターテインメントとして、しかも厚みのある我々の地続きのリアリティも感じさせながら、でもやっぱりそのエンターテインメントとしてね、架空の世界を作って映画内世界のリアルをきちんと組み立てていて、まあその2時間強の時間すごく楽しませてくれるバイオレンス、ヤクザアクションということが言えるんじゃないかと思います。ちょっと油断すると安っぽくなっちゃうシーンって、まあ、出てきがちじゃないですか、だけどこの映画はすごいなんか密度があって、でこれパンフレットもね、すごくかっこいいんですけど、拝見するとやっぱりあのロケセットとかのクオリティがめちゃくちゃ高いんですよね。金かかってるような気はしましたね。でやっぱりこうロケ班で相当いろんなところをピックアップしてて、それが全部ハマってるんですよね。中はセットなの、全部全部とはそのまま使ってるところもあるみたいですね。でそれがこう今閉鎖されてるところとか、そういう廃墟感みたいなのもすごいよく作られてたから、いやもう厚みあるよね。珍しくて久々にこうすごいなんか、あとやっぱり暴対法以降のさ、ヤクザがね、非常にその暮らしにくく、しのぎがしにくくなってるわけじゃない、
でこの映画の中の世界ではさ、その世界へね、うん、その魔の手を伸ばしていくっていうことで、うんうん、それをその雅とかを使って、あのありそうでなさそう、なさそうでありそうなね、うんうんうん、あのリアルとその虚実の間をね、うまく観客に納得させるだけのリアリティを持たせて描いてると思うんだよね。まあこれは多分人によって受け取り方は違うかもしれないけど、うん、そこはやっぱ素晴らしいなと思いましたね。まあ実際僕らがお近づきになることはほぼほぼないわけで、会ったことないから何がリアルか分かんないんだけど、うん、映画の中の世界としてリアルを感じられるかどうかっていうのは、うん、見ていてその素に戻されたり、うん、鼻じろんだりするところはね、うん、もう全然なかったですね。すごい作り上がりでしたね、うん、それでいてお話がきっちりとさ、うん、まあ、基本的には復讐譚だったりしてるんで、うんうん、すごいあのロマンが込められて作られて描かれてるし、うんうん、なんか全然飽きない、スピード感、特に前半のスピード感がものすごいよね、うん、じゃあここからはネタバレありで語っていきたいんですが、はい、竹内さん、やっぱりほらどこから始めるかドラマを、うん、そのだから何時勢のさ作り方、うん、は多分相当監督考えたんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、それで僕は最後の過去の時勢はちょっといらなかったような気がしたんだけど、うん、どうでしたか時勢については。そうですね、うん、まああんまり気にはならなかったんですけど、うん、やっぱり一番ちょっと気になったのは、うん、これってほらアンダーカバーっていうか潜入捜査からどんどん組織の人間になっていくっていうと、うんうん、先週もね、今週末の注目のところでも言いましたけど、うん、インファナルアフェアとかね、うん、新しき世界を、まあ、ちょっと想起するし、これ原作者の深町明夫さんと結ぶのかな、うんうん、深町明夫さんもやっぱ新しき世界を結構あの意識されたみたいなんですよ。で途中で一箇所だけ気になったのは、うん、警官に、うん、あのお母さんが、ね、認められるとこね、そうそうそう、うん、あの元の名前で呼ばれちゃうところが、うん、あれをなんとかできなかったのかなっていう、そのそれは映画的になの、両方どっちもですね、映画内的にでも映画としても、でも彼がもうさ、うん、引かれてあっち行っちゃったからね、うん、そうなんですよね、うん、インファナルアフェアとか新しき世界のバレるかもとかっていうのとはちょっと違う緊張感のあるとこじゃないですか。まああれがちょっと多分、まあ、逆に日本だとああなっちゃうのかな、ね、なっちゃうね。だって知り合いにあったらそれしょうがないよ ね、だ全部を隠し押すこと、しかも彼はほら失踪してるから、うん、見かけた警官としてはさ、うん、また逃げちゃうわけじゃない、うん、だからやっぱ大きな声で呼び止めたくなる気持ちはよくわかるっていうことですよね、うん、まああれがちょっと悪いって言ってるわけじゃなくて、うん、あなんかこういうことでバレちゃうのが逆に日本っぽいのかもしれないなって思いましたね、うん、日本がやっぱりアンダーカバーできないのはやっぱ土地が狭いのと、うん、東京や大阪っていう繁華街が主体になるから知り合いに会う確率は高いよ ね、 高いよね。だって僕なんか映画館行くたびに誰かに会うもん大体潜入捜査できませんね。潜入捜査しても映画館行ったらバレちゃう、ミュージーって声かけられちゃう、ね、映画見れなくなっちゃうね、もし潜入捜査したら、ね、潜入捜査しながら映画も見なくちゃいけなくなるから、ね、それは無理なんだよ ね、 だね、うん、潜入捜査するんだったら僕は映画を見ることを諦めなきゃなんだよ、うん、なんでそういう家庭のつまんない話になるわけだってでやっぱりよくできてるなっていうのは、うん、あのロマンティックなのよそういう意味では、うん、あの今言ったそのシーンもね、うん、やっぱりロマンティックなんだよね、すごくロマンティックってのは小説的、うん、お話的なんだよね、うん、だからもっとこうほらドキュメンタリーチックとか、うん、もっとなんかこう荒っぽくね、うん、粒子が荒い感じで作ることもできたのに、うん、精度が結構高いので、うん、あの物語を楽しむようにだから目で見るように作られてるとこがこの映画のポイントだと思う、うん、で僕はだからいらないなと思ったのは最後にさその過去の親しくなるシーンがあるじゃない、うん、あれいる、うん、確かにいらないあれ僕入れる必要ないと思うんだけど、じゃあなんでその最初の時勢をさ、うん、もう2人が知り合ったところから、まあ、だから最初にまずそのなんだっけ復讐のためにねかつてそのなんだっけアルバイトの女の子を殺したミャンマーいやベトナムどこかな、うんまあ、ちょっとアジア系のアジア系の誰かを殺しに行って、うんうん、でも彼は捕まるつもりだから警察に引っ立てられようとしてる、うん、そこをだからスカウティングされるわけだよね、うんうん、でここの時勢から始まるわけじゃない、うんうん、そしてもう次に何年後っていうことで、うん、もう彼が組織に入り込んでもう相棒の、うん
坂口健太郎を演じている、室岡ともうコンビを組んでね、これからもう誰かを襲撃しようかっていうところから始まるわけじゃない、そういう導入で入っておいてっていうことは、もうそこではさ、そこでは一応その過去2人が知り合って組織に入るきっかけを作るシーンとかは省いて、見せてるわけだよね。だけど一番全部最後まで終わって見せるじゃない、でそれは多分ね、最後に金高、岡田准一さん演じる金高自身が室岡の額を打って殺すから、だからその親しくなったシーンを入れたんだと思うんだけど、僕はあれいるのかなって思ったんだけどね。まあ監督は入れたかったんだ、なんでだろうっていうね。どうでしたか T さん。なんか見てる時は別に何も思わなかったけど、いるかいらないかと言われるといらないかもしれない。なんで入れたんだろうあれ、何のためだったのかなと思う。確かに多分あれは思いの重さを描きたかったんだと思うんだよね。だから余韻をたなびかせるために。でもあれ入れると逆なんじゃないかと思うんだよね。思いは確かにわかる、だから金高が室岡に対して思ってる思いはあそこからつながり始めてね、最後に自らそれで殺さなきゃいけなかったっていう、その彼の思いっていうのを余韻をたなびかせたかったのかなっていう気はするんだけど、僕は逆にそこは描かなかった方がなんかその思いの重さの方を観客は勝手に類推したんじゃないかなと思うんだけど、どうかなと思う。でそれで上映時間がなくなるわけじゃない。これ2時間何分だっけ、19分だっけ、18分、そしたらあのシーン省けばさ、あれ5分ぐらいあったと思うんで、2時間10分ぐらいで終わったと思うんだけど、なんか行ったのかなと思うんですよね。で前にだからあれを入れたとして、関東に持ってこなかったのは良かったと思うんだよね、あれはもし入れるんだったら最後で良かったと思うんだけど、でも最後に入れるか入れないかって言ったら僕はいらなかったような気がするんだけど、これまああと自分はむしろなんか戸明がね、宮部さん演じる戸明が、なんかあまりこうすごい怖いとか切れ者って感じではちょっとなかったような気がするんですけど、まあ、彼は担がれてるから ね、で彼も潜入捜査官だったっていうのが、まあ根っからのヤクザじゃないんだろうなっていうのをちょっとなんか割とや割り切って役割分担を果たしてるって感じはちょっとしましたね、でちょっと隙もあるじゃないですか、隙なんか襲われるようなところに拷問のシーンのところに行かなくてもいいのに、いやあれはやっぱ好みが思考が先に立っちゃったんだよ ね、だからやっぱ担いでる北村一輝としては、なんでそのとこにお前が行くんだっていうのはあるよね、言われてますか、ね、立場上ボスだからさ、担いでるけど、だから別にリアリティがないとは思わないんですけど、そのなんかもっと絶対権力者的なトップとはちょっと違いますよね、一応だから彼がその話してね、FBI とかその警視庁とかのやり取りをなし崩しにできる方法があるからっていうのを最初に潜入捜査に入った時にその先代の組長に行って、でみんなで担ぐことになって、そのサンバガラスである北村一輝演じる、これドキでいいの、ドキでいいのかな、ドキからあの何だっけ、大場時ですね、時か、時と大場康政演じる大前田、と熊沢吉沢さん演じる、吉原さん演じる熊沢、この3人が、その組長亡き後彼を担いでるわけで、だからこの3人は組長としてリスペクトはしてるけどトップではあるんだよね組の、そうですね、まあでもみんなのキャラが立ってるので、あの造形がさ、映画内リアリティはすごくちゃんとこの、例えば大前田って人があの鼻隠してさ、背中揉まれていて、ああいうだからこの人が今までどう生きてきたのかっていうのがこうおぼろげに垣間見えるのがね、ちゃんとキャラクター造形されてるから立ってるよね、お話が、あのキャラクターが立ってるからその背景に見るお話も見えるっていうことです。なんか巣に帰るようなとこは全然なくて、そのままずっと引っ張られて、っていうかあと30分でもずっと見続けていられたよね、そのぐらい面白かった。自分は一番ちょっとびっくりしたというか、おえっと思ったのは、中島ありささんのルカが、あのキャバ嬢の役で毒持ってバレたじゃないですか、バレてそのままと捕まんのかと思いきや、反撃してきたから、あれがちょっとびっくりして、いや殺し屋は最後まで殺し屋だから、いやでもそれが真に迫ってたっていうか、なんかちょっとやっぱり
アクションのシーンがちょっとでも緩むと素に戻るじゃないですか、うん、まあね、こう結構やっぱかなりトレーニングを岡田さんの元でやられたみたいで、うんうん、いや相当だから義刀は相当しっかりしてたよね、うん、でしかも健太郎くんと岡田さんがこう取っ組み合いのこう練習してるところのあの技をガッと使ってね、うんうん、締めたりするところがなかなか面白くて、うんうん、あれはすごくなんか面白かったですね。いやもうだからやっぱりなんつうの、映画内世界のリアリティは全然崩れないよね、うん、すごく見て。ただね、残念だったのは、うん、拷問のシーンがちょっとあっさりしてたから、うん、まあレーティングも悪くし、うん、それはできないんだろうなと思ってた。まあ普通だったら爪の間になんか突っ込むとかね、そうそう、まあ、色々もっとグロいことやるじゃないですか。 あと何、袋をかぶせて水につけるとかいろいろあるよね、うん、いやそこはちょっとあっさりしてた。でも一応裸にはしてたからね。してましたけど、うん、なんか結構まあやってた感じはありましたけどね、うん、やるシーンはなかった、ね、それで言うとちょっとまあここでまあ例えば、うん、韓国映画だとあれもっとゴリゴリにやったりすると思うんですけど、いやそうとも限らない、あの どの客層を狙うかによって、うん、そのレーティングもあるんで、韓国映画だからといってゴリゴリやるかどうかは、うん、その地平の問題だと思うんだよね、うんうん、じゃあヘルドックス自体と、うん、いわゆる韓国のこういうバイオレンスアクションあるじゃないですか、うん、それこそ新しき世界とかですけど、うんうんうん、どの辺が違うんですかね。それは映画だから全部違うでしょ、うんうん、でも韓国はクオリティ高いって思ってらっしゃる方も多いじゃないですか、うん、それは違う違う、おしなべてでしょ、うん、全部がではなくて全部ではないよね、うん、だけどもちろんさ、その韓国映画の場合はまず自国相手じゃないから、うん、あのなんていうのかな、韓国人にだけ分かるような描写にしちゃいけないわけだよね、うん、それもあるわけじゃん。海外販売も考えた上で、うんうん、あのもうインターナショナルを前提としてる作り上がりですね、うんうん、そうそう。でもほとんどの日本映画は自国の、映画ファンに向けて作るから、うんうん、まずそのターゲット層と届けようとする地平が違うわけだよね、うんうん、だからこれは別にどっちが優れてるって問題じゃなくてビジネス上の問題だと僕は考えます、うん、で一つはやっぱ原田さんは割とやっぱインターナショナルを考えつつ作ってると思うんだよね、うんうん、そこがだからヘルドックスの、まあ、クオリティとそのリアリティと映画内世界のその伝達の仕方につながってきてると僕は思うんだよね。だからそのレベルの問題で言えばさ、その感じ方も違うし、韓国映画が全てすごいかとそうは思わないしね、うん、まあ、かなりあのトンチンカンの映画もいっぱいあるからね。ああ、まあ、そういうものは逆に日本にあんまり入ってこない。でも日本の場合はかなりトンチンカンの映画も入れてると思うんだよ、はいはい、韓国映画のビジネス、はいはい、まあ、テストが良ければとか、うん、広いから、うん、もうかなりトンチンカンの映画も見たよ、だって、うん、だからね、その韓国映画だけ褒める人もどうかと思うんだけど、うん、でも一つあるのはやっぱり日本がガラパゴスでね、うん、やっぱりほとんどの日本映画は日本の市場で日本のお客さんが見ることを前提に作ってるから、これと韓国映画の場合はほぼ自国で自国をだけをターゲットに作る映画っていうのはほぼほぼないと思うんだよね、うん、この違いはものすごく大きいと思う、ね、じゃあ、うん、同じ邦画でね、たけしさんのアウトレイジとかと比べるとどうですか。やっぱりあのたけしさんの映画の方がアーティーだよね、あのアート系にもかけられるぐらいの、一応アウトレイジってあのバイオレンスアクションの娯楽映画だと思うんだけど、作り上がりがこういうエンターテインメントにはしてないと思うんだよね。してるんだけど、すごくやっぱりたけしさんのそのなんていうのかな、アーティスティックな目線っていうのもすごく大きいと思うわけ。だからじゃあアウトレイジとそのヘルドックス比べた場合どっちがエンターテインメントとして優れてるかっていうと、僕はヘルドックスの方がエンターテインメントとしては優れてると思うんだよ。でもその人間のさ、そのクズ感とかそっちの造形はもうやるせなさとか情感とか、そうだから、うん、そのグッバイクレールワールドよりもこっちの方が、うん、あのすごいっていう人も多いけれど、もう地平が違うんだよ ね、 そうですね。だからグッバイクレールワールドとヘルドックス比べてこっちの方が100倍面白いっていう意見は分かるんだけど、うん、どっちが映画として優れてるかになるとちょっとなかなか難しいところはあると思うんだよね、うん、それは、うん、私はどっちも武井さんおっしゃるより、うん、目指してるところは違うから、あ、そうなんです、楽しみ方としても全然違いますよね、うん、もちろんその個人の好き嫌いがあるから、うん、ヘルドックスの100倍面白いっていう人が、うん、多かったとしてもそれは不思議はないと思うんだけど ね、 ね、うん、やっぱり映画ってそれぞれさ、その作り上がりを目指すその地平っていうか世界観というかね、うん、あのそれが違うので簡単にやっぱ比べられないよね。ただどっちがその作り上がりがよくできてるかっていう議論はできると思うんだけど、あと好き嫌いもあるから、僕はだからいつも言うんだけど、例えば
横軸にこう好き嫌いがあって、自分の好き度、フェイバリット度とあの嫌い度っていうのがあるじゃない、うん、で縦軸にその映画の作り上がりっていうのがあって、はいはい、これをだからちゃんときちんと言及するのが映画評論家の仕事だと僕は思うわけ、うん、でしかも映画ってその娯楽的な映画からすごくアーティスティックな映画まで幅広いし、うん、その文脈の作り方もね、一応基本線はあるんだけど、絵画と同じように基本線を守る映画とわざと基本線を壊す、今回さそのミソジニーの話もするわけだけど、やっぱり映画ってその一つの視点からだけ見ていいか悪いかってなかなか言えない部分があるわけ、はい、これがだから芸術の幅の広さだと思う、うん、で映画って非常に娯楽という文脈を守らなきゃいけない文脈を守らなきゃいけないルールもあるんだけど、逆に芸術というね文脈を外さなきゃいけない、分野も含んでるわけよ。ただ多くのそのたくさんの、スクリーン数で描ける映画は娯楽映画なんで、うん、まずその娯楽的な観点として文脈が、起承転結とかドラマ的に、頭からどう始まってどう終わらせるのか、それから観客理解をしてもらわなきゃなんないから、そのなんていうか説明とか理解度を高めようとする、表現になっていくわけだよね。ところが芸術的になればなるほど、うん、その観客理解してもらおうとかっていう気持ちがどんどんなくなっていくわけじゃん。でそうなるとその作り上がりって一体何をもっていいか悪いかっていうような判断はやっぱりその個人のバックグラウンド、今まで見てきた映画だとかいろんな芸術的な分野とかの理解度とかを含めたその個人の試験になるっていうのがあるわけだよね。だからなかなか映画の良し悪し、作り上がりの出来の良さっていうのをなかなかその言いにくいところでもあるし、人によってその判断が違う。で例えば同じ表現を同じように捉えててもそれがいいと思うか悪いと思うかっていう、人間のその考え方の違いもあるわけで、はい、まあ好き嫌いももちろんあるし、まあ人それぞれですよね。ここが映画の難しいで、映画と料理っていうのは何の知識がなくても、うん、うまいか面白いかまずいか、うん、誰でも言えるわけだよね。そうですね。ここが映画と料理の難しいところで、一般の人とプロフェッショナルの人がすごい近い位置で話してる分野だと僕は思うんだよね。だから非常にそのグッバイクルエルワールドとヘルドックスの比較みたいな論議はなかなか面白いと思うんで、どんどん喫茶店とか飲み屋でやればいいんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、じゃあ T さんはいかがでしたか。そうですね、なんかすごい見終わった後の満足感が高くて、まあそうだね、友達とかにこれ面白かったからみたいな感じで LINE とかもしたんですけど、なんか結構レビューでこの原田監督の作品はセリフが聞き取りづらいみたいなのがかなり書いてあって、なんか私もちょっと忘れちゃったんですけど、どっか一箇所あれ何言ってるか分かんないみたいなところがあって、あれってわざと、わざとだね。何のためになんですか。だから普段ね話す時に本人たちは話がある程度分かってるから、例えば僕なんかが英語を聞き取ろうと思っても聞き取りに失敗することとかってすごく多いわけだよね。でその分かり合ってる人たちが話してる言葉って分かりにくいじゃない、うん、そういうことを描いてんだと僕は思うんだよね。じゃあきっと役者さんに普通にしゃべるように喋ってくださいみたいなことを、いや多分ね普通よりも早めに喋れって言ってると思う、うん、なるほど、うん、だからそこで全セリフを聞き取らせることが必ずしも必要とは限らないっていうか、監督は必要じゃないと僕は思ってると思うんだよね。だけど必要と思う監督はきちんと滑舌強く、今もね聞き取れなかったからもう一回言ってって言ってる監督もいると思うわけ。ただ原田監督の立場としては今までの映画もほとんど聞き取りにくいのよ。でしかもやっぱり情報量が結構多い映画が多くて、しかも上映時間が長いじゃない、だから早口で言わないと全部入らないところもあると思うんだよ。でも逆に言うとリアリティとしてそんなに分かりやすく喋ってないよっていうのはあると思うわけ。でしかもその全部喋ってることが情報量として観客に伝わることが、理解度を高めるとは原田監督は考えてないんじゃないかなと僕は推測します、うん、じゃあそういう場合はやっぱり観客側としてはもう流れに沿って体で受け止めるっていう感じですかね。だからそこに娯楽度を見れない人はつまらないと思っても仕方がないんじゃないかと、なんでこの映画ね聞き取れねえんだよ、ふざけんな、全然丁寧で親切じゃねえじゃんって怒るじゃん、それはそれでいいと思うんだよ、そういう映画だから。でも原田監督は多分その聞き取れればいい映画だとは思ってないと思うんだよ。
まあ普段の生活でもね、うん、人が言ったことが聞き取れないことは頻繁にあるわけで、ね、でどうでもいい時は聞き流したりもするじゃない。俺みたいにね。あんたの場合は聞き取りにくいんじゃなくて聞き取ってないだろ。、うん、スルーしちゃうこともあるわけ。スルーっていうか最初から聞いてないじゃん。聞いてスルーすんじゃなくて、うん、聞いてないだけじゃん。だからその辺は、うん、自分もたまにイラする時はあるんだけど、うん、まあそういうもんだなと思って。でもね、多分ね、そのイライラするという気持ちを生みたいんじゃないかな。なるほどね。あの、うん、つまり映画って全部こうウェルメイドにね、あのきちんと理解できて見られて、どの要素もきちんと耳に入ってくるってなると、やっぱり非常に丸まったウェルメイドな映画になるよね、うん、だけど多分監督はささくれを作りたいんだと僕は思うんだよね。だからきちんとなんか整理されてよくできてて、音声も聞き取りやすくても、うん、ああよかったとなるのかとはまたちょっと違う。あの全部聞こえればね、その面白いのかってことを、ね、ですよね、あの言いたいんだと思うんだよね、うんうんうん、なるほど、うん、むしろだからそのヤクザ同士の話とかがね、聞き取れないぐらいの方がリアリティがあると思ってんだと思うんだよ、ね、うん、もしくはそこでね、前後のいろんな関係者からこういうことなのかなとかね、うん、それを想像するのはちょっと楽しいですよね。あの僕なんか英語得意じゃないから、うん、外人のその、はいはい、なんだっけ、すごい得意な日本人、僕のだからテカとかが、うん、あの外人と話すときにぼーっとしてるともう分かんなくなっちゃうのよ、うん、それと多分同じようなことがあって、うん、だから聞き取りにくいとみんな聞こうとするじゃない、うん、そうするとやっぱり映画の中に体が入ってくよね、当然、うん、それも望んでんだと思うんだよね。あとやっぱりそのウェルメドに丸まって作りたくなくて、ヤクザの世界の早いそのセリフが聞き取れないっていうのは、やっぱり僕らが住んでいる日常の世界じゃない非日常のダークサイドだったりアウトサイドだったりする部分を描いて聞き取れないっていうのが、それが普通だと思ってるからだと思うんだよね。だから多分その一言で言えないささくれとか、その理解できない方がリアルだとか、まあ、いろんなことを考えながら、むしろそっちの方がリアルだ、全体的な映画の作り上がりとしてはそっちの方がよしというふうに原田監督はそっちを選んでんだと僕は思うんだよ。これ東映さんじゃないですか、はいはいはい、やっぱりヤクザ映画の系風みたいなのはあるんですかね。あんまりそれがなんかないような、まあ、一つあるのはやっぱりその原田監督が外国映画志向じゃないですか、もともとね、うんうん、それでやっぱこの映画もやっぱりなんだろう、暴対語のヤクザの描き方って大変難しいと思うんですよ、うんうん、だからその何がリアルかってなかなか難しいじゃないですか、うん、特に暴対語の、うん、ヤクザってやめていくヤクザを描く映画ぐらいしか見てないから、うん、だけどじゃあ実際しのぎを続けてる人たちはどうやってしのぎを続けてるのかっていうのは、うん、まあ我々みたいな一般素人さんに分かるわけないし、分かるようだと警察にも分かるってことで何かして捕まったりするわけじゃない。だからこの映画の中で宮城さんが演じている組長が目指してるのはさ、もう完全にイリーガルなことがしやすい外国と手を組んで、その日本でやってるしのぎ、そしてあとフロント企業みたいなリーガルな仕事とイリーガルな仕事と、その何、資金の洗浄と、そして海外のまあインターナショナルグローバルなそのつながりでこれからもサバイブして、だから FBI とかに対する対策も考えてやってるわけだよね。これがだからじゃあ今の日本のヤクザこんなことやってんのかっていうと、それは全く分かりません。分かんない。だけどこの映画内世界的にはこの人たちならやりそうだよねっていうリアリティを作ってんだと思うんだよね。そうですね。これがね、その僕らがその暴対語以降のヤクザのしのぎっていうのはよく分かんないのと、それから多分この原作を書かれた深町さんのきっと世界観もあって、そして原田監督が目指しているそのインターナショナルな映画の指向性とかいろいろ考えた時に、こういうヘルドックスっていう映画の世界観が生まれてくるんだと思うんだよね。だからもうこれはやっぱ原田正人監督のやっぱ唯一無二な世界観のヤクザ映画ってことが言えると思うわけ。だからマフィアとかにも見えたりするんじゃない、途中で。そうだね、うん、あの吉原さんがさ、アリアとかも歌う、カラオケでアリア歌うヤクザいるって思うわけよ。でもまあそれはそれでその見ていても別にそこでね、鼻血飲んだりすに帰ったりしないじゃん。あのしかもなんか特別なさ、その上は一般のクラブなんだけど、下に彼らのね個室みたいなのがあってさ、そこでやる、そこでオペラアリア歌ったりするわけじゃない。もうだからそうなるともう映画の世界観として見てるから、実際はどうとか関わらず映画内のリアルとして僕らは受け止めることはできるじゃない。そしてそれがエンターテインメントを生んでいくわけだよね。これがやっぱ原田正人の映画世界だと思うんだよね。
特にこういうその何時代劇とかじゃなく、うんうん、こういうその何どう描いてもリアリティさえきちんと埋めばいい映画を作った時に、うんうんうん、やっぱ原田雅人の腕力が垣間見えるよね。なるほどね。やっぱ彼の今まで培ってきたその映画の作り方がやっぱりこのヘルドックスなんか見ると今までの経験値で突っ込んでる剛腕なね、うん、演出とかその世界観だとか、うん、あのキャラクター造形だとかキャスティングだとか、うん、やっぱりいろんなあの随所随所にそういう技が注ぎ込まれて我々一般人がその非日常の世界として見た時にリアリティを持って受け入れられるしかもエンターテインできる面白いバイオレンスアクションとして見ることができて、もうじゃあ現実のヤクザとかもう関係ないわけだよね。実際こんな警官がいてあんな人殺しといてスカウティングされるなんてありえないって思うかもしれないけど、この映画の中の世界観としてあの容認できる、容認して楽しむことができる世界をきちんと作り上げてる。それはさっきも言ったロケセットとか、うん、あのキャスティングとか全部含めた最新な注意を払って剛腕な演出をしてる原田雅人映画世界の見事さだと僕は思う。これ原作はね、うん、あのこの後も続いてるみたいなんですけど、うん、これ先週も言ったよね、うんうん、でこれ続編作られるんですかね。あの今回の当たり方もあるんじゃないですか。興行収入の方なんですが、はい、じゃあ週末2日間の、うん、金額の、順位、うん、初登場4位で、うん、340スクリーンで公開されて、うん、アベレージが36万6000円なので、うん、まあスタートはまずまずだと、ね、多分この映画はその 4DX とか、うん、IMAX とかないから、うん、アベレージを見ると、うん、あの普通の単価としては普通にやや高めだと思うんで、はい、そんなに悪くはないと思うんですね。あとはあの平日にね、うん、割と年齢層高いシニア層とかがご覧、まあ、多分おじさん層は相当見ると思うんですよね。一人でいらっしゃるおじさんとかはいっぱいいるでしょうね、うんうん、なのでじゃあここがまあある程度東映さんが満足されるとこまで行くと、うん、続編もありかなあり得るんじゃないですか。あとやっぱり原田監督が続編作りたいかどうかですよね、うんうん、ただやっぱり映画観客としてはコンビ組んでる坂口健太郎さんが死んじゃってこれ続編ってどうなんだろうって、うん、もし続編が出た時に思うじゃない。しかもすごいのは、まあ、岡田准一さんが出るのは絶対だと思うんです、ね、そうですね、まあ、あと松岡さんが出るのはありなのかもしれないけど、じゃあ新しいそのねキャスティングとして、うん、あの次の2のね、うん、ゲスト主役みたいな人がいるわけじゃない、うん、これでやっぱり新しい顔を持ってこれるから、うん、映画の展開としても全然ありだと思うんですよね。ビジネス的に、うん、立ち方としてはありだと思うんですよね、うんうん、ちょっとなんか見てみたくなるような、いや見たいでしょ、でしたね、これはみんな終わり方はそうだったよね。多分このさ映画で満足しているそのパーセンテージはね、うん、僕は高いと思う、うん、そうですよね、うん、多分これも SNS でも書いてる人も結構いるし、多分 YouTube でももう発言されてると思うんだけど、そんなに悪評が出るとは思えないんで、まあせいぜいその早口でセリフが聞き取れないっていうそういうまあブーイングはあるかもしれないけど、でもそれはまあほとんどね、ほとんどの人は容認してると思うんで、うん、でもなんか今のお話を聞いて確かにそこをすごいはっきり喋ってたらこの映画の価値というか印象が全然違くなっちゃうんだろうな、うん、なんだろう、やっぱこのリアリティのね、うん、一因ではあると思うんだよ、それが、うん、確かに納得です。ただなんか宣伝はあんま上手くないよね、うん、狂犬をのし上がれってさコピー、うん、これどうですかこれ、まあ、全然こんな映画じゃないじゃん。狂犬をのし上がれの映画ではないよね、うん、なんでこういうコピーにするんだろう。あのね、カネッタがのし上がろうと思ってるわけじゃないよね、うんうん、なんかもうちょっと宣伝なんとかなんないのかなと思うんだよな。あの宣伝に木こりの木村さんが入ってる。そうなのよ、うん、だからラストも見たんだけど、うん、木村くんが先プロでしょ、うん、多分そう。あともう一人いたかな、うん、なんかちょっと僕はなんだ木こりの仕事としてはそんなに変えないかなという気がしますね。もうちょっとなんか深みのある設定のような気がするんですけどね、うん、グッバイクルエルワールドがね、その螺旋のさ落ちていくだけの、うん、あの螺旋のどこかにいる人たちの話じゃない、うん、でこれはもう全然違うんだよね、うん、これはもうそのダークサイドアウトサイドね、うん、我々一般人が生きてるとこと違うところでしのぎを削ってる人たちの話なんで、その中ではさそのなんだろうその生き方がもう全然違うんで、うん、その面白さがやっぱりある映画だと思うんだよね、うん。あとやっぱりアクションがね、うん、すごいんで
もう大画面の劇場でぜひご覧いただきたいと思いますね、うん、あとやっぱスピーディーだよね、うん、頭からその物語あのストーリーテリングもすごいスピード感あふれてるし、うん、長さは全く感じなかった、ね、うん、全然2時間何分だっけ、うん、18分、うん、全然感じないよね、うん、別にだからさっき文句つけたけどさ終わりあっても別に時間的にはそんなに長いとは思えないよね、うん、あの中だるみはほぼしないし、うん、あとやっぱ時勢のつまみ方がやっぱうまくて、うん、うまく脚色されてるからその中だるみするような時勢の作り方を構築ではしてないと思うんだよね、うん、最後だけいるのかなっていうふうにやっぱ思うんだけど、うん、あれはどうなんだろう。でもカナダ君も死んじゃったから、うん、組織内にもう組織は関係ないと思うんだよね。知ってる人はいないってことですよ、ね、いやいやそんなことはないんじゃない。怪しんでるやつはいると思うんですけど、だからまず手下がまだいいんじゃん、三上のあいつ殺せばいい、あいつ殺せばね、うん、でもあいつがだから誰に話してるかだよね、うんうん、まあ、でもまず殺さなきゃだなあいつあなた誰なんですか。いや実はアンダーカバーじゃん、違うから、うん、はい、ということで、うん、本日はヘルドックスに語ってまいりましたが、なかなかよくできてましたね。いや面白かったですね。最近見たエンターテインメントでは久々に手応えのあるアクション映画で、うん、しかもやっぱ厚みがあるからね、うん、厚みとコクがある、うん、感情も結構たなびくしね、うん、だしね、細部までよく作られてたからね、うん、リアリティがやっぱ原田さんってすごいんだなって改めて、最近ほら現代劇全然作ってなくて時代劇多かったから、はい、なんかいきなりこうやって現代劇見せられると、あとやっぱみんな神風タクシー、うん、その何原点返り、うん、っていう風に語ったり書かれてる方多いですね、うんうん、なるほど、はい、ぜひ皆さんもね劇場でご覧いただいて、うん、コメント等いただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録も、お願いしたいです、今日はヘルドックスについて語ってまいりました。どうもありがとうございました。